スプートニックは、かつて、ニューサウスウェールズ州営鉄道が所有していた、コモンウェルスエンジニアリング製電車の愛称である。シドニーの近郊電車として最後に導入された一階建て電車となった。シドニーから郊外に伸びる鉄道網の電化は1926年から始まり、1930年代後半から1940年代にかけて一時中断していたものの、 1950年代以降旅客、貨物輸送の拡充のためブルーマウンテンズ地域を走るシドニー西部方面の路線の電化工事が再開された。それに伴う旅客需要の増加に対応するため1954年にコモンウェルスエンジニアリングに新型電車の発注が行われ、そのうち近郊輸送用に80両の製造が実施されたのがスプートニクと呼ばれた電車である。 リベットが存在しない全溶接構造の車体を有し、4両編成に加え2本をつないだ8両編成で運用された。上高扉にはシドニーに導入された量産型近郊電車として初めてドアエンジン駆動式の自動ドアが採用された。また従来の電動車は台車の一軸のみに電動機が搭載されていたが、スプートニックは2軸とも、 同軸となっており車両あたりの出力が増大した。一方で制御電圧や制動装置が異なるため、製造当初は他の一階建て車両と連結することはできなかった。最初の編成は1957年から営業運転を開始し、1960年代中盤まで製造が行われた。当初は S 型という形式名で、 愛称のスプートニクはその頭文字及び登場した、同年にソビエト連邦が打ち上げに成功した人工衛星、スプートニク1号にちなんで名付けられた。また、導入当初は全80両のうち72両が営業運転に使用され、残りの8両は故障時の予備車として使用されていた。その後、さらなる利用客増加に対応するべく、1964年以降、 編成の中間車2両がタロックリミテッド製の2階建て車用と交換された。それに伴い電出された中間付随車はドアエンジンの撤去による乗降扉の手動化や制御電圧等の改造工事、車番変更を経てスプートニック以前に導入された1階建て電車による4両編成の中間車へと転用され、長年使用されていた木造付随車を置き換えた。 また1972年以降2階建て量産電車である S 型電車の導入が開始されたことに伴い、混用を避けるため形式名が W 型へ変更された。1977年から1978年にかけて一部車両に更新工事が施されたが、2階建て車両の増備に伴い従来車と共に廃車が進み、従来車と編成を組んでいた。 手動扉の付随車は1992年1月までに引退した。電動制御車については、以降も、シドニーの近郊電車最後の1階建て車両として運用についたが、T 型電車タンガラに置き換えられる形で中間の2階建て付随車と、共に1993年11月をもって営業運転から引退し、翌1994年までに全車廃車となった。 2019年現在、電動制御車2両をはじめとした一部車両が各地に保存されている。ありがとうございます。